65でした。石川祐希、画面の左側、青いグローブです。常に前進から有効打はパンチ、そして相手は若くて勢いがある、怖いもの知らずと語っています石川です。ですから中村さん、怖いものはここにあるぞというふうに石川祐希27歳は見せていきたいところなんですよね。そうですね、石川選手ね、まあ、攻撃力とかパンチは本当あるんでね、その武器をこ う, うまく使えるような戦い方ができれば、もっとね、高みを目指せるというか、選手だと思うんで、そこを見たいですし、中野浩太、はい、赤いグローブは18歳、175センチ、これが2戦目ですが、デビュー戦 KO 勝利でしたね。そうですね、中野選手ね、やっぱりパワーオブドリーム、今ジムとしてもね、武井良樹選手がね、KO のチャンピオンにもなって非常にこう乗ってると思うんで、はい、そういったところではね、どんどん動くのかなっていうのを楽しみにしてる人もいると思いますし、武井選手がね、ドキュメント番組に出た時にも中野選手もね、取り上げられてた選手でね、もともとK1 のアマチュア大会も出てて、はい、その時はまだこうすごくこう若いというか、ちっちゃい時だったんですけど、一気にこうなんか体もごつくなって成長したなっていうのをこうプロのリングで見てなんか思いますね。まあ、そういった意味ではね、2人とも K1 のアマチュア大会から出てきた選手なので、はい、そういったところもこうプレミアリーファイターらしいね、顔合わせになったかなと思いますね。パンチスピード中の速いですね。そうですね、あとはリーチがあるんで、それがうまく生かして戦ってますよね。南蹴りも放ってまいります、はい、ジャブ、前蹴り、ミドル、はい、この長い距離の攻撃を使って石川選手を入れないようにしてますし、ちょっと石川選手今のところはね、やりにくいかなっていう、ですからそれに対してこう、はい、左上体を揺らしたり、いろいろ試みてますね。石川正面に前へと行きますが、ここはクリンチブレイクです。やっぱり中野選手 の, ジャブが当たり出すとね、次の右のここですね、これが当たり始めるとね、次 の,、はい、右のね、ストレートだったり強い攻撃が来るんで、石川選手はあれをもらいすぎないようにすること、蹴りを、ね、返したり、あとこう、ね、いろいろフェイントかけて前に出たり、右の、ね、こうフックは狙ってますけどね、石川選手も、はい、左のグローブこう上げて動かして、ね、はい、ジャブにかぶせようとしてますけど、はい、まあ、そこに行くまでにもっとこうチラシがあるといいですね、石川選手は。ですね、思い切った飛び膝、中野左に動いて左のリードジャブ、右のフックは狙っています。これです、石川祐希、くるりと回る、こういうところもバランス、はい、中野良さそうですね。本当にその基礎のトレーニング、右、子供の頃からパワーオブドリーム勢は重視しています。右左動いての石川、スピード比べのようにも時折なりますね。ただやっぱり石川選手は、ね、右ばっかり頼っていると、はい、やっぱり中野選手も、ね、対策されるんで、そこにつなげるこう、ね、いろんなチラシがあるといいですね。今はこれローキック、それからパンチ、リードジャブからアッパー、右ストレート、前蹴りも高い、おー、今のは逆に中野選手が合わせに来ましたね、一瞬棒立ちになりました、はい、石川、第1ラウンド終了です。赤、中野浩太18歳、青はフェイント、上体揺らして右を狙います、石川祐希27歳、パンチを打って離れてという中野、右狙うのはいいんですけどね、あれ一辺倒になっちゃってるんで、逆に危ないですから、そうですね、中野もこれだいぶ目が慣れてきたようで、そうですね、後半の膝とかね、まあ、逆に中野選手が右に合わせようとしてるんで、石川選手、今こそね、下蹴ったり、はい、あとやっぱこうね、上体下げて、こう体振ってるんで、蹴ったり、中野選手の蹴りとかがあると、膝とかね、危ないですよ、あれは。そうですね、腹部まともに捉えて、はい、トーンと左。無駄な力がこう今の右も中野は入っていないようですよね。まあ、今度は右ダウンではありません。やっぱりリーチを長く取って距離もね、中野選手の方が遠く取ってるんで、一発の、ね、威力はあると思うんですけど、そこまで早いワンツー、そして膝、左フックから右ストレート、ロープにつけて逃がしたくありません。右中野の拳、大振りは石川、膝さらに右へ、あのまま中野選手が打ち合ってくれればね、石川選手もボディ打ち、
チャンスあるんですけど、中野選手うまく距離取り直して、やっぱああいうところは戦い方うまいですね。一辺倒になりませんね、中野。こういうところは心得ています。そして蹴りも忘れずに見せて、お、石川の左もガードの間から、ちょっと口が開くようになりました。ローキックを放った石川、右ロー、左ジャブ、刺して離れて、石川の前進をこれいなしてかわしてボディ左。いや長いリーチよく使いますね、中野。まもなく残り1分です。第2ラウンド、ガード硬いところからパンチ膝、下がって右へという中野膝、これがいい。さらに左膝、右のパンチ合わせた石川。まあ、そうですね、中野選手もいきなりね、ああいった膝とか狙うと石川選手のね、パンチと距離が合っちゃうんでね、はい、まずはこの距離をキープする、っていうのは忘れず攻めたいですし、そうですね、ちょっとこう崩れるのも気にはなりますよ ね、中野は。逆に石川選手はね、こうやってどんどんプレッシャーかけていって距離を詰めていく以外は、はい、ちょっと今のところチャンスはなさそうですね、これ多少強引すぎてもいいや、はい、というぐらいの石川なんでしょうね。あ、ちょっとスイッチ気味に、そして元に戻して左ボディ左テンプルへ、中野前蹴り、そして潜るようにして左が冴えています。右フックへつなげる中野のパンチ、相手の拳見ながら右ハイを最後に放ちました。第2ラウンド終了です。ラウシーラスー、試合は最終第3ラウンド。さあなんとか中村さん、もう石川は自分の距離感を捉えたいですね。はい、まあでもね、もうこうやってもうね、強引に詰めてすごいランダ戦に持ち込む、はい、そうですね、あの一歩で止まらずやっぱ出続けることですね、石川選手は。もう残りのエネルギー全てここにという予想ですが、はい、あ、ここもそうですね、止められない限り前進、ね、膝を合わせるのは中野、ロングレンジのパンチ、ここはタイムストップとなっています。そうですね、今のは中野選手がクリンチで逃げたっていう判断ですね、はい、そうですね、まあ、逆にという石川選手がうまく距離詰め入れてるってことですよね。ちょっと嫌がらせて、はい、まあ、コート注意があります、中野に対してですね、ちょっと中野選手もね、もっと蹴ったりね、できたらちょっと距離は取れると思うんですけど、させなくなってきましたね、はい、初陣の赤いグローブ中野、それに対してここは自分のホームグラウンドと石川です。頭を下げながら前に出てパンチ、あ、タイムストップ、バッティングですかね。そうですね、ちょっとこれ辛そうな表情を見せました中野です。しかしながら中村さん、こういうところも18歳乗り越えていかなければいけないでしょうね。そうですね、まあ、ね、ペースをうまく取ってても、ね、後半巻き返されるということは、ね、全然試合していくうちでこうなると思いますし、うん、お互いローキックからパンチ、こういう距離だったら中野選手の距離ですよね。そうですよね、うん、中間からさらに離れて突き押しからグローブ全体投げるようなパンチ、中野が得意の膝にもつなげてまいります。残り1分半、右の前蹴り、ワンツー右からというのは石川、石川、アートビーザー、中野の攻撃多少食らってもなんとかこのラウンド開始直後のような勢い欲しいですね、はい、右、さらに右、追いかけて反動で帰ってくる中野を攻め立てる石川、ここもいい形で追いかけてはいるんですよ ね、石川もう少しね、ここで手数出せれば、ね、まあ、でも明らかに 2ラウンドとは展開変わってきましたね、この3番は、ね、やっぱり中野選手 の長い攻撃が出なくなったんで、はい、ちょっと中野の軸もこうブレてきたような、左、ね、選手の、ボディとか攻撃散らせればいいんですけど、そうですね、開けるようですね、あそこまでいろいろ出して最後の右の強振ができるにつながると、はいはい、ローキックでもちょっとこう中野の体曲がりますよね、
川その手応えはあるか。時間がなくなってきました。飛び膝思い切って大技から前蹴り、距離を取っての中野探って、石川さらに強い一手、得意のパンチが欲しいところなんですが、中野が出てくる、打って離れて飛び膝食らった後の石川、前に詰めますが、ここで試合終了です。ハーフになります。終了結果をお知らせいたします。ジャッジ伊藤29対29、ドロー、1人目ドローです。ジャッジ芹沢30対29、赤中野、2人目は中野。ジャッジ豊永30対29、赤中野、中野コーター、フラッシュウィジンは2対0の